サドグル・ジャッキー・バースデーブ、別称サドグルは、インドのヨギ、神秘主義者、作家、そして詩人。世界中で、ヨガのプログラムを提供する非営利団体医者、ファウンデーションの創設者でもあり、大規模な人道的向上プロジェクトや、環境修復活動などの幅広い分野でも活動を、している。サドグル・ジャッキー・バースデーブ・インドで、最も影響力がある50人のうちの一人として、 名が上がるサドグルは、世界の名高いフォーラムでの指導的発言者であり、ダボス世界経済フォーラムや、スウェーデントールバーグフォーラム、オーストラリアリーダーシップリトリートといった、国際会議や、オックスフォード大学、ロンドンスクールオブエコノミクス、国際経営開発研究所、スタンフォード大学、ハーバード大学、エール大学、ウォートン大学、マサチューセッツ工科大学といった、 有名大学や機関でも講演を重ね、高く支持されている。国連ミレニアムピースサミットや世界平和会議でも、施設を務めた経歴を持っており、2017年には、冷静の分野での貢献を認められ、インドで最も誉れ高いとされる、国民栄誉賞、パドマビブーシャンを教わる。1日も欠かさずそのヨガを行い、およそ13年続けた結果それが花開き、 とても深い経験につながったと彼は述べている。マイソールのデモンストレーションスクールとマハジャナプレ、ユニバーシティカレッジを卒業した後、マイソール大学で英文学の学士号を取得する。養鶏場や農園の経営、土木建築業で成功を収めるが、25歳となった1982年9月23日、チャームンディの丘を登って岩の上に座り、 そこで神秘的な経験をする。彼はその経験について次のように述べている。その時まで私の体と心は自分であり、世界はその外側にあるものだった。しかし、何が自分で、何が自分でないのかが突然わからなくなった。目はまだ開いていた。それなのに自分が吸っている空気、自分が座っているいは、自分を取り巻く待機、すべてが自分になったのだ。 私はすべてだった。意識はあった。しかし感覚がなくなっていた。物事を識別する感覚が存在しなくなってしまったのだ。正常な意識に戻った時、10分ほど時間が経ったようにしか感じなかったが、腕時計を見るとすでに夜の7時半だった。夕に4時間半は経っていたのだ。昔も今も私は涙もろくはない。そんな25歳の私が、 チャームンディの丘の岩の上にいた時には、熱狂的なエクスタシーにとらわれ、涙が止めどなく溢れてきた。私のシャツは涙でびしょ濡れになってしまった。その時までは、平穏で幸せになりたいと思ったことはなかった。ただ自由気ままに生きていた。ビートルズとブルージーンズが流行した1960年代に、育ち、ヨーロッパの哲学や文学を読んだ。ドストエフスキー、カミュ。 カフカなどなど。ところが、あの時岩の上で起きたことは、それまでとは全く違う次元の体験だった。経験したことがない全く新しい感覚に襲われた。未体験の想像さえしなかった歓喜と私服。私の頭の中の疑い深い自分はこういう。ただ単に頭がおかしくなっただけじゃないか。としかしあの体験はあまりに素晴らしく、どうしても失いたくなかった。 あの午後、何が起きたのかは未だにうまく言い表せない。あえて言うなら、こう表現するのがふさわしいかもしれない。私は登り、そして降りてこなかった。今に至るまで。この経験から6週間後、彼は自分のビジネスを当時のビジネスパートナーであった友人に任せ、神秘的な経験の洞察を得るために旅に出る。約1年の瞑想の修行と旅の後、彼は、 自分の内なる経験を分かち合うためのヨガを教えることを決意する。そして1983年、彼はマイソールで最初のヨガのクラスを実施する。医者ファウンデーションとは、1994年にサドグルにより設立された100%ボランティアの手で運営されている国際的非営利団体。ヨガによるインスピレーションと、 個人変革によって人間に潜在的に備わっている人を導く可能性を引き出すことを目的としヨガを通して世界の様々なコミュニティを再建する福祉事業を進めている。150以上に及ぶ世界各国の都市にその拠点を持ち900万人以上のボランティアによってサポートされている。インドの貧しい地域に病院や学校を設立したり2700万本。 以上の植林を実施したりするなど、経済的、社会的に恵まれていない人への生活、教育支援や環境修復活動にも力を入れている。医者ファウンデーションは、エコロジー分野で最も、インドで巧妙なインディラガンディ環境賞、インディラガンディエンバイロメンタルアワードを2010年に受賞している。2018年にサドグルが提案した、環境意識啓発キャンペーン。 ラリー・フォー・リバーズが1.68億人もの支持を集めてインド政府に採用された。ラリー・フォー・リバーズとはインドの枯渇した河川を活性化するための長期的な政策変更の実施を目的とした全国規模のキャンペーンであり、インド政府の公式政策文書として首相によって承認され、すでに6つの州で実施が決定されている。ファウンデーションは、 南インドの豊かな熱帯雨林にあるベリアンギリ山の、ふもとの医者ヨガセンターと、アメリカテネシー中部の壮観なカンバーランド高原に、ある医者インスティチュート・オブ・インナーサイエンシズに本部を置いている。ありがとうございます。